はい、今回はですね、サンプルマジックシェアよりリリースされています、こちら Magic AB というですね、ソフトをご紹介したいと思います。これ非常に便利なソフトで、ここにですね、リファレンス楽曲を入れておくと、今ですね、作っている楽曲とリファレンスを簡単にこの A と B で切り替えることができるといった形です。ミックス時マスタリングはもちろんなんですけども、例えば作業中アレンジをしていって楽曲の方向性のですね、参考楽曲を入れておいて、でこちらと聴き比べるなんていった時も非常に便利です。そしてこのプラグイン、プロツールスの AAX、ロジックの AU、そして VST ですね、幅広く対応していますので、ほとんどの DAW でですね、使用可能かと思います。それでは実際に使い方いってみましょう。まずですね、見ていただいた通り、ここに9つのですね、リファレンス音源を用意することができます。で、この読み込み方、この部分クリックして、ロードすれば OK といった形です。じゃあ一度ですね、ロードしてみましょうか。今このように3曲用意しました。あとはこれを読み込んでいけば OK といった形ですね。開けば曲がこう入ります。で、2番目もやってみましょうか。同じ要領で2、3と入れていくという感じですね。で、読み込める音楽のファイルの形式なんですけども、このように MP3 とか、WAV とか、かなり幅広いものに対応していますので、このあたりもですね、かなり嬉しいところかと思います。これでですね、用意が整いました。その前にですね、一つ説明しておきたいところがありまして、今ですね、最終的なマスタートラックに対してこちらを立ち上げているといった形です。で、基本的にですね、この Magic AB は一番最後に立ち上げてください。これなぜかというと、その他のプラグインの前にいることによってですね、リファレンス音源のですね、楽曲にもこのようなエフェクトが適用されて聞こえてしまいますので、基本的にはですね、一番最後においてエフェクトの影響を受けないようにするというのが基本となります。で、これで用意完了で、もう A と B ですね、こちら聴き比べることができます。まず A が今作業している楽曲。で、B がリファレンス楽曲ですね。こんな感じです。今ですね、この3番目の楽曲のプレイボタンが光ってます。例えばこれ2番目にしたければ、こっちに。な感じでですね、簡単に切り替えることができるといったところもですね、かなり利便性が高いところかと思います。またですね、今は使わないといった時なんかをこの電源を落としておけば、ここですね、メモリの容量もですね、節約することができると。で、個別にですね、ボリュームも調整できるんですけども、この右部分見ていただきますと、ボリュームメーターついてます。これ A と B のですね、ボリュームメーターをピークと RMS で比較することができます。こんな感じですね。こんな感じですので、音圧感を確かめるにもですね、非常に重宝するかなといったところです。またこの中央部分なんですけども、ラッチというのをつけておくと、楽曲を再生した時ですね、Cubase 上、または DAW ソフトを再生した時に、自動的にこっちのですね、サンプル楽曲、リファレンス楽曲も再生されます。またですね、リファレンス楽曲のこの部分を参考にしたいなんて言った時に便利なのが、1から4までマーカーを打つことができます。例えばなんですけども、ここに1番、で、2番みたいな感じで打っておくと、1と2みたいな感じでですね、簡単にですね、その場所に飛ぶことができると。楽曲の中でもですね、やはり特定箇所でプレビューしたいということも多々あると思います。で、そんな時に便利なのがこのループというものですね。こちらでこういうふうにですね、やっておくと、この部分だけがループ再生されます。この部分詳細見たいといった時は、ここの下部分ですね、上下ドラッグさせるとこんな感じですね、ズームできます。下にやると縮小、上にやると拡大といった形になります。ダブルクリックでですね、このような元の倍率というか、楽曲全体が表示されるという仕組みです。そして最後に、これも非常に嬉しいんですけども、やはりですね、リファレンス音源というのは、こう、作業する楽曲のジャンルによって相当変わってくると思います。そういった時にですね、ジャンル別にこう、楽曲を、例えば9つ用意して、それをですね、プリセットとして保存しておくことができます。その保存方法なんですけども、この下部分、プリセットというものがあります。ここをクリックしますと、こちらですね、セーブプリセットとして保存することができますので、ここでこう、名前を付けるという感じですね。そうしますと、次回からですね、この状態をロードプリセットで読むことができますので、マイプリセットを読むと。そうしますと、先ほどの状態に復活ということになりますので、このあたりをうまく組み合わせると、さらに便利に活用できるんじゃないかなと思います。といった感じでですね、非常におすすめなプラグインです。有料とはなってしまうんですけども、その価値はあるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。といった感じで、今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。